皆さんこんにちは。今回は販売中商品のご紹介です。アークタウラス電動ガン TP19 ビチャズカービン TE エディション、ペルン搭載アークタウラス最新モデル。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意、その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。サイズ全長折りたたみ時 540mm、 伸縮ストック最短時 740mm、 伸縮ストック最大時 840mm、 重量 3090g、弾丸 6mmBB 弾、動力源トップカバー内にリポミニスティックタイプなどが収納可能。コネクターは T 型ラージですが、タミヤミニコネクターへの変換コネクターも付属します。装弾数約190連マガジンが2本付属します。セミオート単発、バーストフルオート連発発射切り替え式の電動ガンになります。TP19 ビチャズカービンに電子トリガーであるペルンを搭載したアークタウラスの最新モデル、 AK の 9mm 弾薬仕様サブマシンガンモデル、 TP1901 をベースとしたゼニートカスタムモデル、ハンドガードやストックなどゼニートタイプのカスタムパーツを各所に取り入れることで拡張性やタクティカル性が大幅に向上しています。また各パーツにはリアルなレーザーマーキングが施されているため、機能性に加えて外観のリアリティも両立したハイエンドモデルとなっています。ストックハンドガード、ボルトハンドル、グリップがゼニートタイプのパーツとなっており、ハンドガードに取り付け可能なレールが2枚、マグウェルとサイガ9タイプの M14 逆ネジ仕様サイレンサー、ハンドストップも付属します。リアルサイズのフルスチールプレスレシーバーで外観のリアルさや重厚さは LCT といった高名な AK メーカーにも見劣りしません。メカボックス内部はウルトラハイトルク 21T モーターに 13:1CNC ギアセットが搭載された最新モデル。チャンバーにはコンパクトドラム式ホップアップチャンバーを採用しています。最大の特徴は電子トリガーペルンを搭載していることで、バースト機能やプリコック、アクティブブレーキ、トリガー感度調整などの電子トリガーで行いたい機能はバッチリ搭載。トリガーとセレクターの操作によって設定を行うので、同梱されている QR コードからマニュアルを読んで設定しましょう。模型パドック販売価格は74,800円税込み。さて、いかがでしたでしょうか。皆様のご購入お待ちしております。今回はアークタウラス電動ガン TP19 ビチャズカービン TE エディションのご紹介でした。ご購入は模型パドックホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。なお、在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。